こちらプラネットワン、感度良好。約5分で優勢時間の周回軌道に入ります。飛行制御システムの最終チェックを願います。了解。オールチェッククリーン、全て正常、問題ありません。春野武蔵はウルトラマンコスモスとの約束を胸に、少年時代からの夢を追いかけ、アストロノーツとなった。こちらプラネットワン、これより。そして今、武蔵は怪獣たちの新天地を求め、聖獣パラスタンが守る緑あふれる星、遊星ジュランへと向かった。遊星ジュラン周回軌道侵入、大気圏突入まで60秒。ジュランの様子がおかしい。これじゃまるで地の星だ。何が起きたんだ。なぜウルトラマンがあそこに。父さん。おお、武蔵、元気か。父さんこそ元気。お
海道は寒いでしょう。もう慣れた。牧場始めた頃東京を恋しがってた母さんも今じゃすっかり馴染んで好きなんか始めたりしてな。へえ。武蔵、お前はどうや、新しい仕事は順調か。でもない、正直かなりへこんでる。そうか、ほなら裁判行って思いっきり羽伸ばしてこい。え、同級生のツソブ君が今度結婚するらしい。ツソブがやったね。久しぶり、昔の仲間と会って初心に戻ったね。初心に。ああ、信じたらきっと夢は叶う。武蔵、それがお前の原点や。ほなるな。ありがとう。武蔵、ん、お前人魚見たって。ああ、うん、多分ね。勘弁してくれよ、人魚なんているわけねえだろうな。そうだよ。わからないわよ、サイパンにはいろんな伝説があるもの。伝説？例えば？グリーンフラッシュ、夕暮れの水平線に緑色の光を見た恋人たちは必ず幸せになれるんだって。見た？そんなのただの迷信だよ。あ、いいからこっち。そう、武蔵が見た人魚もただの幻。そうそう。君ら全然成長しないね。武蔵が初めてウルトラマン見た時のこと覚えてる？マリ、嘘じゃないじゃん、本当にウルトラマンに会ったんだって。
障子たち誘わなくてよかったのか。どうせ二日酔いでダウンよ。それに今日は武蔵だけに見せたい場所があるし。見せたい場所？うん、そこで人魚に会えるかもしれないわよ。え？ちょっとマリ待ってよ、早いって。ほら男の子、早く早く。マリ、なぜ邪魔をした？マリの仲間だぞ。殺すことはない。任務の妨げとなる者は全て除外する。やめろ、やめろ。うわ、気がついたか。 Are you okay? よかった、マジ心配したぜ。どうして僕はここに。マリという子から連絡が入って、海岸で倒れてる君を発見した。武蔵、たくましくなったな。木戸隊員。いやー、サイパンで木戸隊員に会えるなんて。10年ぶりか。はい、懐かしいな。我がチーム C のメンバーだ。チーム C？ 海に生息する怪獣の調査および保護を目的に結成された SRC の専門セクションだ。これからロタ島の本部に戻り、マリという子の捜索、そして武蔵の情報をもとにその分析を開始する。レイチャと呼ばれる A に似た怪獣、その生態調査がチーム C の初仕事だったんだ。 A に似た怪獣。ところが1年前、突如レイジアが生息範囲から消え、代わりに奇妙な現象が起き始めたの。人魚の目撃報告さ。隊長、また特殊回線の通信です。映像出ます。ジュランを死滅させた宇宙怪獣だ。
下に巨大生物探知。レイジャースコーピスに向かうつもりなのか。捻挫した。でもなんとか無事。そうか、冷凍弾の効果は30分が限度だ。その間に避難を。分かった分かった。お前も気をつけてな。ああレイジャー、レイジャー、スコーピスにとどめよ。ここは危険だ。すぐに避難するんだ。逃げることはできない。ブルーエリアを守る、それが私に与えられた使命だ。なければレイジャないんだ。
よかった。無事だったんだね。なぜ余計な真似をした？え？スコーピスは逃げたのではない。私の姿を確認し、サンドロスの元へと帰還したのだ。高性能爆弾だ。あのまま私が自爆すれば、スコーピスを逃すことはなかった。やっぱり君は命を捨てるつもりで。シャウ、それが私の名だ。シャウ、僕は武蔵、春の武蔵。私の同胞たちのところにマリがいる。え？来るがいい。私たちの世界、ブルーエリアへ。ブルーエリア。レイジャーを自由に操るあの少女は一体何者なんだ。隊長、海中に K2 電波を確認。 K2 電波？以前レイジャーの群れから検知した特殊電波だ。多分一種のコミュニケーションツールだろう。つまり怪獣の言葉。うわっ、どうした？隊長、あれを。の世界が。見て、魚が泳いでる。本当だよ。これがブルーエリア。広いものが。伸びた。真壁隊員、何してんの？だからここ海の底だし。大丈夫、酸素はちゃんとあるから。信じられない、これが全て人工的に作られた世界だなんて。だがこの世界には欠けているものがある。欠けているもの？それは。なぜ人間を連れてきた？君は確か。全て除外する。人間は利己的な生命だ。このブルーエリアの存在を知れば必ず災いをもたらす。よせ。人間は人が考えるほど利己的ではない。シャウ、なぜそんな考え方をする？考えたんじゃない、そう感じたのだ。
ありがとう。僕たちを信じてくれて。彼女、きっと握手を知らないんだよ。そっか。ほら、こうすると互いの体温が伝わるだろう。地球ではこうやって敵意がないことを相手に伝えるんだ。でも驚いたよ。マリがシャウたちの研究を手伝っていたなんて。シャウたちは地球を理解するために協力者が必要だったので、私のメルトモが彼らに推薦してくれたの。メルトモ？うん。かっけー、チャイルドバルタン。ムサシ、大きくなったね。わあ、あの時の。うわ、覚えてた？嬉しい。でもどうしてバルタン星人はこの世界のことを？我々がコンタクトした。死滅した星に自然を再生させる。その研究のために。死滅した星？惑星らしいわ。美しい星だった。だが、サンドロスが送り込んだ侵略兵器スコーピスが、赤い砂と有毒ガスに覆われた死の星に変えてしまった。私たちは自然を再生させるためにモデルとなる惑星を探す旅に出発した。だが、砂漠化した不毛の環境を好むサンドロスは私たちの計画を知り、多くの同胞たちを殺した。私たちは超時空方法で脱出を図った。だが、スコーピスは諦めなかった。追いつかれる。誰もが絶望した。その時、コスモス。違う。あの巨人は。私たちの星にこんな伝説があった。宇宙には光り輝く神がいる。光り輝く神。もう一人のウルトラマン。すっごい、地下にこんな施設があるなんて。シャウたちはここで研究を続けているのよ。研究？気をつけろ。シャウ。ケレマドモス。ウザランハーツハミ。この水槽は？この研究施設で最も重要な実験装置よ。君たちはここで一体何の実験を？生命そのもの。え？この世界に欠けているのは命の生まれる海だ。
今の光は人工的に生成した命の根源だ。科学的データは完璧なはずだ。だが何度やっても命の光はすぐに消えてしまう。超遠距離レーダーがスコーピスの一覧を捕捉。地球到着まで約7日。いよいよ来たか。本当に彼らはスコーピスへの対策を知っているの？はい、 K2 電波です。 K2 電波？ジーンたちはレイジャー特有の電気信号から強力なエネルギーシールドを開発したんです。それでブルーエリアを守るシールドに。機動隊長、そのブルーエリアが地球に対する侵略基地ではないとなぜ断言できる？彼らの望みは滅び去ったふるさとの再生です。あの宇宙怪獣は海底世界を狙い地球に飛来したのだ。異星人をとどめればまた被害が広がることは間違いない。では彼らに地球を立ち去れと。彼らと協力をすることは可能だろうか？つまり共に戦いスコーピスを撃退すると。相手は正体もわからない星人だ。もし投げないでもしたもちろん独自の貿易体制を取ることに異論はありません。しかし同時にまず彼らと対話をしてみる。人類は理性ある生命体としての努力を放棄してはいけない。はい。一体何をしている？人間の感情を理解しようと思った。楽しいとか嬉しいとかそんな感情だ。くだらん。すぐに奴らを追い返せ。来たのか武蔵たちが。もう一度だけ言う。人間は危険だ。決して騙されるな。ジーン、私は人間を信じる。シャン！シャン！
コーピス到着まで6日、それまでに何とかジンを説得する。直接彼と話を。今は無理だ。聞き入れようとはしない。どうしたら私たちのこと信頼してくれるんだろう。我々がこの星に降り立ち、初めて目にした光景だ。私もジーンも思った。この星は美しいと。このあふれる命を破壊してはいけない。あの時の気持ちさえ思い出せれば、きっとジーンも地球の危機を救おうと立ち上がるはずだ。春の武蔵。地球の表玄関 SRC 宇宙開発センターがある北九州周防灘では、地球上空の電離層に巨大バリアを作るという前代未聞の作戦が急ピッチで進められています。 SRC は怪獣兵器スコーピスとの戦いを避け、地球を守る唯一の方法としてブルーエリアを保護する特殊バリア K2 電波の採用を決定した。木戸隊長、いかがですか。全世界規模の防衛計画、まさに時間との戦いです。武蔵、今すぐスペースワールドに来て。でも、次に対策会議が。とにかく、早く来て。マリー、マリー、どこだ。しろ。眠っているだけだ。マリジーン、なぜこんなことを。シャウが変わってしまった。全ては貴様だ。やめろジーン、君と争う理由はない。黙れ。逃げても無駄だ。マリは本当は君が優しいと言った。ふるさとを滅ぼされ心を閉ざしているだけだって。そんなマリを君は。うるせえ。ふるさとを滅ぼされた者の無念がお前などに分かってたまるか。
なぜ撃たない？君と話し合いたかったから。人間を信じてみないか。生命の源を作り出すなんて最初から無理だったんだ。でもそれを待っている人たちがいるんでしょ。信じればきっと夢は叶うよ。ファイトファイトね。人間を信じてみないか。軍は捕捉。この数約20。20体だって。そんな数に襲撃されたらひとたまりもないわ。シールドが間に合わず残念です。まだ希望は捨てていません。待ってください。ここは関係者以外入れません。シャウ、この人はいいんだ。シャウ、来てくれたんだね。スコーピスがすぐ間近に迫っている。協力してもらえますか。ジーン、おい、何をするんだ。メインパラボラ全機正常に作動。ケツシールド電波発生。全システム送信を開始。出力問題なし。ジン、ありがとう。スコープス、地球衛星軌道に接近。シールド完成まで残り60秒。脅威は刻々と地球に迫っています。世界38カ所を結び地球を覆うという巨大電波シールドは果たして間に合うのでしょうか。世界中が今固唾を飲んで見守っています。K2 シールド完成。シールドなんだ。まだ安心はできない。なんだあのガス状の物体は。やつはずっと時空間に潜み地球に接近していた。それじゃあの巨大エネルギー体が。サンドロス、
壊された。スコーピスを爆弾代わりに。防衛軍コンディションレベルレッド発令。もう誰もスコーピスを止めることはできない。シャウ、ご覧ください。この恐ろしい光景を。地球を守るバリアが破られ、パラボラが破壊されていきます。まさに地獄のような惨状。人類はこの敵にどう立ち向かえばいいのでしょう。なんということだ。メディアドーム付近全開。小倉駅および小倉地区壊滅。クソ、北九州が、世界が滅んでいくわ。まだ終わったわけではありません。我々も出動します。隊長、戦闘区域に新たな機影が。敵か。識別確認。チームアイズのデクサンダーです。怪獣保護チームの出る幕じゃない。下がれ。今回の作戦には我々の仲間が参加しています。怪獣保護という大きな夢に共に立ち向かってきた大切な仲間が。春野、武蔵か。はい。もう一度彼と一緒に戦わせてください。了解した。だが足手まといにはなるな。よし、了解。シャウ、ジーン。シャウ、スコープスと戦うつもりなのか。これ以上この星の命を滅ぼさせはしない。マリ。え？君と出会い、俺は自分を取り戻せた。ジーン。ありがとう。発射！
て頑丈な宇宙怪獣だ。あれは海底怪獣レイジャー。大丈夫、僕しっかり。ウルトラマンコスモス来てくれるんやろ。ウルトラマンコスモス来てくれるんよね。ねえコスモス来てくれるんよね。うん、きっと来てくれる。マリー、この子を安全なところに。ムサシ、行くぞジン。わかった。Thank you.
ドロスの正体。攻撃開始。了解。叫んだよ。この星を支配する資格があるのかと。強き者が弱き存在を滅ぼす、それこそが宇宙の真理、疑いようもないルールだ。違う、心なき力はいずれ滅ぶだけだ。ならばお前が滅びよ、我が力の前に。巨人、you
ありがとう、ウルトラマン。ありがとう。戦いには勝った。でも。初めて笑ったね。よかった、みんな無事で。ついに命を生まれる海は完成できなかった。自浄作用はすでに限界だ。この疑似世界もあと数日で滅びてしまう。え、じゃあもう地球には。システムを停止すればこの世界は海に沈む。レジャーたちも元の環境へ戻るはずだ。でもどうして。今まで何度やっても失敗したのに。きっと君たちが大切なものを取り戻したから。大切なもの。そう、だから新しい命の光が生まれた。ありがとう、マリー。ジン、さようなら、武蔵。さようなら、シャウ。We'll be right back.
なぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う Yes 本当は一つの世界に生まれてきたと分かり上げて Yeah.